皆さんご機嫌いかがでしょうか。マリモでございます。さあ、今回21回目となりますマリモ堂、収録ホールさんは山形県は米沢市にございます。スロットゴリラ米沢店さんでございます。まあ、今回21回目ということでまた新たなスタートな感じがねしてるんで、ここで嫌な記憶を払拭してなんとかまたマリモ堂がねこう順調に進むように勢いづけていきたいと思います。というわけで、今回はハーデス、いつものハーデスちゃんを打ちたいと思います。さあ、そこで早速抽選の方してみましょう。なんかいろいろ見えますね。ハードルが高そうなのも見えましたよ。じゃあ行きましょう。はい、こっちか。はい、どうだ。あ、まあ大丈夫じゃないですか。平凡ですよね。何の面白みもない枚数ですね。よく言えばじゃないや言い方変えれば、まあこれぐらいだったらね全然いけると思います。で、またねここのホールさんちょっと因縁なところもありまして、ここ初めて僕とクマさんが一緒にやったホールなんですよね。多分カメラがクマさんで、今もクマさんなんですけど、で僕が打つ人と、でここで勝ってこそ初めてやれるって、クマリモやれるって言えるんじゃないですか。クマさん、クマリモからクマリモンぐらいになれるんじゃないですかね。えどっかのご当地キャラみたいになってますけど、解明しましょう。じゃあね、勝ったら、負けたらクマリモのままね、約束ですよ。いいっすか返事しないんだまあいいや、早速じゃあ実践の方行ってみたいと思います。この1台だけパネルが違うのにしようかな。いや、でいいや、角にします。外角。さあ、無事にハーデス抑えられました。こちらのホールさんハーデス5台なんですが、もうすでに埋まってまして、まあ、この台で勝負することになるかなという感じですね。さあ、では早速行ってみましょう。吉宗のあの辛く厳しい記憶を払拭できるのか。お、いきなり風が吹きましたね。と朝一台、他の台の様子を全部確認できてはいないんですが、まあ、すでに当たっている台もあったりするので、まあ、5台ってことを考えると全台リセットでいいところから始まって当たったっていう可能性もありますよね。まあ、今回ね、設定変更してもゼウスほど一作前のゼウスほどうまみがないと言いますか、まあ、されてないよりはいいんですよ、もちろんね。裏も表もモードが再抽選されるので、いいモードから始まることもあるんですが、基本的に天国から始まることがほぼないようなので、まあ最初に立ち上がりに強い役をポンポンと引けばチャンスかなっていうぐらいですかね。朝一は、さあ運命の400ゲームに到達です。なんか特徴的な出目が出てますが、さっき下段キナナで風が吹いて
液晶偶数揃いで、多分そこで表のモードが上がったんでしょうが、まあそれはそれとして静かですね。マジか、これ据え置きか。リプレイ引いてないのかな。鎖は一向に出ません。なんかギロチンが出たよ、鎖じゃなくて。はいはい当たっちゃったよ。411ゲームで、あの1回も400、この11ゲーム間で1回も鎖出なかったんで、ちょっと不安だなこれ。でも当たったよね。しかもチャンス役、下段のキナダとかしか引いてないのに当たったんで、それはいいことなんですよ。いわゆる謎当たりが多いだよね、いいことなんですけど。うおー、すげえ不安だ。まあ犬なんで、ワンちゃんなんで、天井でもないですね。据え置きのハーデスが出てきますから、天井だとね。初 AT は60ゲームでございました。ちなみに投資が14,000円だから、あ違う、15,000円だから750枚。投資700ゲームで本日初 AT、正直ちょっとリセットされてんだかされてないんだか判断難しいところですけど、朝一うるさくなかった裏がね上がってなかったとか、そういうこと、あとは途中でちょっと意味不明な鎖の煽りが入っ連発したこととか考えると、なんか据え置きのが可能性高いんじゃねえかなと思ったりしてます。突然のフェイクじゃない雷はゲームスワのせい、デジャブ、あと何かあったかな、選択肢、とにかくもう何かが確定します。右上がりか、30ない。デジャブも行くかと言ってくれるかと思いましたが、ない。はい、一発目の当たりは90ゲームの247枚でした。これ AT 終了後のモード移行率も全部じゃないかもしれないですけど、まあ分かってきまして、前回ですね、 AT の当たったモードっていうんですかね、 AT 当選時のモードが、重要となってきまして、そこの、まあ、いいモードで当たった場合は AT 終了後もいいモードからスタートする可能性が高いみたいです。なので、まあ、明らかに天国にいるよねっていう V2V っていうね、 V 挟み目が止まって当たったりした場合は、その後 AT 終了後も天国から始まる可能性が、まあそういう天国で当たってない時、天国じゃないところで当たった場合よりは高いと
というところです。まあ、連チャンもだから期待できるということですね。そこがまあ前2作と違うところかな。神々の系譜は通常時も ARP 中もずっとモードがねずっと引き継がれてずっと上がり下がりしてたんですが、まあ、ゼウスがモード固定でしたね。当たってからモードの転落は一切ないと。天国で当たった場合は一切ないと。だまあ終了も必ず天国からスタート。なんだどっちかというとミックスした感じでもないんですよね。ケーフとゼウスまた新しい感じですね。で僕はおそらく天国に上がって当たったわけではないと思うんで、おでもなんかちょっと前兆入りましたよ。さあ4連目これがない。4連目だったのかな、その1個前が。はい、僕のこの場合はおそらく天国で当たってないので、まあ、天国から再スタートする可能性がちょっと低いということになりますね。ゴッドシリーズってただ通常時はただこう数字を見てるだけの遊びというかゲーム性だと思ってる人も多いと思うんですけど、あのね段階的に楽しむパチスロなんですよ。ゴッドシリーズっていうのは何が言いたいかと言いますと、まずレバーでこのウェイト中ですね。ウェイト中にはまずレバー叩いた瞬間にフリーズが発生する可能性があります。それに加えてフリーズはなくてもボタンエースがねブルルルと出ることもあります。で図柄巨大化もウェイト中だったかな。でまあそのウェイトが途切れた瞬間には扉が閉まってくる可能性があります。扉がね、その他にも炎とかもウェイトが切れた瞬間に来ますね。でまあ、そこまででも十分楽しいんですけど、今回はさらに全回転も加わってますからね。全回転は1回こうリールがちょろっと回った後にバキバキバキっとこう液晶が割れて発生しますから、ああコインがね溢れそうになりましたけど、まあ、そういうわけなんで、ただ単に早く奇数が揃わねえかなみたいに打ってるんじゃなくて、段階的にこうあフリーズなかったけどボタンもなかったけど扉あるかもみたいな風にこうだんだんこう自分で高めていく演出なんです。パチスロなんですよ。でまあその何の演出もね、ウェイト中で大ボタン有効時までに発生しなくても、今回はね第一で炎とかもありますし、でゼウスとかも奇数転廃もしますから、第1第2ボタンでね。でこうまあどん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 こうウェイト中からこう価値が下がっていくような感じもしますけど、演出の、まあ、それは置いといて操作の各所でいろいろ楽しめるパチスロなので、そこら辺を意識して打つとまたね違った楽しみというか通常時がね趣深くなります。単純に数字だけ見てるパチスロではないんですよ。それは僕は強く言いたい。さあ現在270ゲームまで来ました。まあ、ここまで打ったので、まあ、少なくとも400のゾーンまでは打ってみます。そこまでの挙動とか参考にしつつその後粘るかどうか決めようかな。まあ最初の当たりがおそらく天国に上がってない状況での謎当たりだったので、まあ、そこはね結構ポイント高いかなという感じが
するんですが、ちょっと変更されてるかどうかが分かんないまま、むしろされてない可能性の方が高いかなという感触を今受けてるんで、まあ、もしかしたら移動するかもしれません。お、こんなこと言ったら中断リプレイやら何やら強い役は引いてないけど、しかもこの前のステージが多分フルートだったんですよね確か。さあフルート行った直後に右上がりキナナです。これは期待していいんじゃないでしょうか。あ、落ちちゃったけど表面上落ちただけで、当たってたり、あ、こうモードのままいるのかもしれない。うわ、取り逃がしたっぽいぞ。準備まで上がったけど天国上げられずに落ちたって感じなのかな、もしかしたら。お、4当たるかも、これは熱い。当たったー、やりました。今4連続で氷出ましたけど、2回目と3回目が氷なのにばらけ目だったので熱そうだなと思ったら、4ゲーム連続の4ゲーム目で揃いました。追加投資がね300枚かな、311ゲームで数揃い、まあ、まあまあ早いですね。いい感じの当たり方はしてます。お、ペルちゃん、ペルセポね久々かもな。ハーデスか犬しかなかった気がします最近。おい、あーあーやばい、ラス位置。犬よりひどいぞこれじゃ。あー終わる、うわー出たー。これが一番萎えるかもしれないですね。ペルセポネ50が他のどのパターンよりも萎える気がする。ハーデス100もうきついけど、まあそれでも100ゲームはありますからね。ペル50が一番やっぱしびれるというか、落胆の度合いが激しいです。よー、ここで皆さんに AT が3倍楽しく打てる方法をご紹介したいと思います。方法というか考え方ですね、心構え。これあのウェイトを測っている音が前提なんで、それは覚えておいてください。まあ、AT 中はこういうナビが基本的に、まあ、マイゲームのように出ますよ、ね、高確率で。で、まあ、出てるときはもういいんですけど、出てないときですよ、こういうね、出ないとき。で、ウェイトかかってて出ないときは、ウェイトがかかるまで、なんていうか、スタートするまでの間が覚悟を決める瞬間で、ウェイトが切れた瞬間に、まあ、扉がこう閉まったり、この状態ですね。何かしら演出が起こるんですよ。で、そこでこう扉がこう閉まってきたり、ハーデスの槍が
ウェイトが切れた瞬間に来る可能性があるというので、ウェイトが、ね、かかってナビが出てない時はもういつ来てもいいように心の準備をこの時ですねしとくべきなんですよ。で出てこなかったとしても扉も槍もその1秒後2秒後ぐらいにバキバキバキと、まあ、液晶が割れる可能性があります。なのでそれを判断するのが、まあ、ボタンなんですけども、ウェイトが、ウェイト中にナビが出てません。でウェイトが切れた瞬間はボタンを見ます。ボタンと液晶両方見ます。で液晶に変化がなくてボタンが赤いままだったら全回転のチャンスっていうことを考えながら打つと、ウェイト中がすげえドキドキするんですよ。ナビなしのウェイト中がこの時がね、あーってなるんですよ。で赤いままの状態がなんだろう、どれぐらいなのかな、 0.5 秒過ぎて1秒いくかどうかくらいいってもまだ赤かったらそのまま全回転いく可能性が高いです。そういうことを考えながら打つと、ただ押し順に従うだけと思いがちな AT が3倍楽しめます。まあ、そんなこと言ってたら、50ゲームプラスペルの10ゲームで、100枚取れませんでした。まあ、60ゲーム消化してってことですかね、 AT 最低180枚取れていいはずな、ここにもう1本こうね立つはずなんですけど、実際はえらいこっちゃになりました。余計なこと喋ってたからかな。まあ、とにかくナビなしの AT 中のナビなしのウェイト中はもう心構えをする瞬間ですよ。2秒ぐらい、2秒から3秒の間に何が来てもいいように、そうするとすごくドキドキして楽しい。お、遅れてなかったと思うんだよな。遅れなし。おお、びっくりした。 AT 中は準備しろとかなんとか言っててね、やっぱ出てくるとビビるわ。多分今7、遅れなし7だったと思うんで、おそらく前兆じゃないかなと思います。あ、違う可能性が出てきたぞ。右上がり揃っちゃったぞ。やばい、これハーデスで不発の可能性あるよ。7? あ、うっかりしてた。炎で7とかすごいドキドキポイント、あ、でもそうか、ゴッドじゃないからね、ドキドキポイントかと思いましたけど、でも出るんだ。チャンス名時に7左止まるんですね、初めて見た。これは当たってくれるのでは。こんだけ7が出て当たらなかったらショックだね。ハーデスの槍もね出て、あ、フルートに落ちてこのゲームでギロチンです。ここで当たるのかな。あ、当たりました。さあ66ゲームで、3回目の当たり、さっきのハーデス右上がりが効いたのかな。まあ、これだけ早い当たりですけど、50枚追加投資してるんで、そこがねすごいショックです。
50枚使いましたよ、また100ゲームも全然いってないのに。まあ、ワンチャン。お、引いた。何引いた？右上がりか。下段キナナかな。50までいった。もう一声お願い。あ、違う上段リップで50。意外とレアですよ。もう続いてる。おお、続いてんじゃん。意外といい継続率取ったのかも。あー残念。でも150までいきました。ペルの借りはちょっと返せたかな。あー、しかもハーデススタート。当たってんだろこれは。これは当たってんだろ。おお今残り時間の音とかクマさんに来てちょっとお腹をポンポンと触ったんですよ。したらこれでゴッと引いたらみんなねクマさんの腹叩いた方がいいですよ。あったらあった、当たった。クマさんの腹触りなよみんな、マジで。